皆さんこんにちはアップルサイダー52ことこの後では三浦上衛門ということでの配信が続いております、えー、今日はキリ番で第50回ということになります、えー、今日はですね、えー、この第7章の最後出会いの遺産ですね読み上げる歌詞は少し短めかもしれませんでは始めます出会いの遺産 だが、すべてがダメになったわけではない。それどころか、アメリカと日本の国民対国民。特に個人対個人の出会いは大きな成功を収めた。双方とも相手に対する視野を広げたのだ。アメリカ人は物事をするのに。自分たちと全く違ったやり方が合うのに突然気づいた。握手の代わりにお辞儀をしたり。 自分を表すのに胸ではなく鼻を指さしたり計算するときに指を開く代わりに指を閉じていったり車の左側通行などを学んだ恋愛結婚が当然だと生涯考えているアメリカ人のうち驚くほど多くの者のが見合い結婚の価値を突然認めるようになった。日本人はその逆の逆方向に 向かうかううのようになったが借金の肩をつけるために働いている芸者やホステスの身の上に噴劇して時には事実上借金を、まあ、それは普通大した金額ではなかったが清算してやる者も,もいたがことはそれほど簡単ではなかった。反トラストカルテル化にいた注意で。 後に宣教師になった男が日本人実業家の催したパーティーで会った魅力的な娘に夢中になり借金を背負って働いている彼女の身の上に怒りを感じた彼はその後彼女の借金を支払ってやり彼女にその受け取りを渡した彼は彼女に二度と会うことはあるまいと思っていたが彼女は身の回りの品を風呂敷に包み 彼の宿所に現れこれからどこに住まわせてくれるのか毎月いくらお手当をくれるか尋ねた私は彼に一時金で決着をつけるよう忠告した日本人と交際したアメリカ人はいやおうなく個人的自由よりも個人的責任の方が大事だという日本人の考え方を知って深い印象を受けるようになった。 日本人にとって個人的責任は自己反省の原因であり刺激となっているのだ。ある南部出身の民間人が土曜日の午後軍のクラブのバーで数時間過ごした後笑いながら「日本ではバーのホステたちはいつも哲学や社会学を語る客の周りに集まる。アメリカでで、はは俺は35年間バーで 女と野球の話以外には聞いたことはないぜと、さも知識があるかのように語っていた。アメリカの軍人と民間人の大半は、次第次第に日本と日本人を尊敬するようになった。ある夜、軍用バスの中で、私は日本人を軽蔑しているドジーンと言った仲間を確かたしなめているアメリカ兵の言葉を耳にした。 君、それは間違ってるぜ。この国では我々の方が土人で日本,人じゃないよ <laughs> 日本で一時的にでも占領業務に携わったことのある数十万いや100万以上のアメリカ人は日本を尊敬し日本人が好きになっていった少なくとも日本は向こう数十年間アメリカの世論の中に貴重な同盟者を得たことになる。 日本人にとっては文化的な対決の衝撃はもっっと鋭かった。島国の中に住んできた日本人は約1,200年の歴史の中で初めて一時的ではあれ突然大勢の外国人の流入に対処しなければならなかったアメリカ人がするあらゆることがデモクラシーから紙の形に至るまで思考の材料になった制約の多い社会と 狭い島国にあたかも投獄されているような日本人は外国のややり方や文物に憧れたそれは時には開放感を味わうだけに終わったこともあるアベックつまり男が女とデートすることは熱狂的に受け入れられたブギウギが日本中を熱狂させ戦前のダンスホールフロリダは日本人だけを対象として 第一ホテルの商工宿舎のすぐ近くで再開され大流行りとなったアメリカ軍人の俗語の「ハバハバ、早く」とか「セクシー」を意味する「ピンクムード」という言葉が日本人の語彙に加えられた民主主義は誰でも口にした文化的伝統主義者は不機嫌だった例えば後に 一橋大学の学長になった鶴重人は1948年「私に伝統的な日本文化が生き残るかどうかひどく悲観的だ」と言っていただが彼はそれほど心配する必要はなかったなぜなら外国のすべてことを虚心に受け入れる日本人にとって外国崇拝はより深い意味を持っていた。 確かにそれは日本が侵略してきた外部世界と共に生きるための最も有力な武器の一つであった事実基本的な日本人の価値観は外見的なスタイルや様式よりもずっとゆっくり変化したのであるそうじて占領軍要員に代表されるアメリカ人と日本人の間には永続的な友情が生まれた。 結局のところアメリカ人は野蛮なことは一切せず、略奪や盗みもせず、たとえあったとしても極めて稀なことである。田舎を荒らしたり、日本人をいじめることはしなかった。アメリカ人はイギリス人がアジアや日本で示したように、花持ちならぬほど高慢で優越感を振り回したりしなかった。 それにアメリカ人はどうしても必要だった食料を日本にもたらした後年日本人がアメリカ政府の政策に対する疑念を強くした時ですら個々のアメリカ人に対する日本人の信頼感はいささかも揺るがなかったこのことは引き続き日本に住んだ我々が証明ができるこれは軍事占領中のアメリカ人の行動が残した遺産である。 最も大事なことがある日本の第3の転機にあたって占領者と非占領者の間に生まれた良好な人間関係は決定的であった。もし日本人がこの戦後初期の時期に見聞したアメリカ人の本質的な親切さと善意に確信が持てなかったならあるいはアメリカ人を存在で残酷 何事でも恩にせ貪欲だとし日本の軍国主義者が中国で中国人に対して取った態度の再現のように受け取っていたら日本人はアメリカ人の理想つまりドラスティックな民主主義的改革をあれほど容易に受け入れたであろうかそうではなかっただろう。日本人がマッカーサー元帥の命令は日本人自体のためを思ってのことだと信じ得たのは。 彼の部下が日本人に対して、あるいは人道的天地から同情と心遣いを示したからなのだ。占領軍将兵が一部の上官たちの思惑とは別に、そのように振る舞ったこと自体は日本の戦後の性格を変えさせた原因としては十分とは言えないかもしれない。しかし、彼らが逆の行動をとっていたら、アメリカの民主化努力は確実に失敗していたであろう。 占領軍を形成していた普通のアメリカ人はその階級はいかに低く取りに足りないものであったとしてもその意味では日本ののの第三の天気にとっって必要不可欠な存在であったのだ、えー、これで以上あの第7章がまあ終わるわけなんですけれど、まあ、この辺りも私はあ、まあ、清田公園先生に敬意を表しながらもですね、まあ、大いに眉に唾をしているわけなんですよ。 でね、あのまあエピソード的にこのコ演エンさんがご紹介いただいているものっていうのはまあアメリカ民主党のですねオーソドックスな、まあ、対日観を作るための、えーまあ、あ裏打ちというかエビデンスという意味合いで使われている節がありますけれど実際この時期日本に来たあのアメリカ兵というのはですね 田舎者ばかりなんですよ <laughs> 電車を見たことがないとかいう、まあ、なあの兵士とかが、まあ、ゴロゴロいるわけですね。でかたや日本ではですね識字率は高いとねで、まあ、はっきり言ってあのホステスさんレベルだって、ね、高い教養のある人の方に、ね、集まっていってえ野球の話しかできないような将校、えーまあ、なんかには近寄らないと、ね、いうぐらいのことがあ、まあ、あのコロナ禍でも語られてますようにね。 哲学とか社会学を語る人物の価値観がですね、まあ、よそのその第三世界とは違いまして戦期東京のですね庶民レベルまでで貫徹してるわけですよ、まあ私が生まれたのも結構このあとまあね占領、えー、期の最後の最後で生まれてますからでもね私の制空期でね八百屋さんとかね魚屋さんの親父でもね普通に本読んでましたよ。ね で僕はあの親についてまあ八百屋さんとかに行くとねあ,あの今ベストセラーのあの方の何ページあそこが面白かったって普通にね八百屋さんがねえ買い物する主婦の人と立ち話してるんですよねそういう国なんですよ日本ってまともにあの高校も大学も行ってないような普通の姿勢の庶民がねそういう話題を交換するようなレベルが高いところにねアメリカは 東京大空襲ではです、ね、カーティス・ルメイが原爆,原爆には落としませんが、えー、ナパーム弾を落としてです、ね、広島長崎にはです、ねえー、ご丁寧に、ね、戦前から買い占めていたあのベルギーの商社のです、ねえー、ウラニウムで、えー、世界最高純度のウラニウムで,です、ね、広島長崎の原爆を用意してて最初から日本に落とすつもりでいたわけじゃないですか。えー、そういういいをしてる国なんですよ き、ね、れい、ね、事を書いてあると読み抜くことができるかどうかそれはあの読者である我々日本人に問われているところだと私は思うんですよね。で確かに日本人が円満にアメリカ人とね交流できたということはあるんですけどわかると思うんですけどねこれハイジャック事件でよくあることなんですよこういうことは、ね。あれはストックホルム症候群だったな,なんかあの要するに。 こういう形でですね、武装占領されている時期のまあ人民というのはね、得てして、えー、占領軍の側のですね気持ちを過剰に忖度して、えー、もうあたかも深いところでその親和性が発揮できたかのように演じるんですよ。ね、そんなわけはないんですよ。この時代でもね、アメリカ人に対するは密憤を持っている人はいくらでもいましたよ。ただそれを表明する時期ではないということを。 まあ、あの自覚して抑えに抑えたわけですよね。うん、だからあの戦後80年も経ってるわけです。我々日本人の共通認識の場合ねこの須与川公園さんのおっしゃってるような美しい占領期だったのかどうかこれ一つずつ検証していくべき時期だと私は思ったりいたしますね。ということで今日は第七章のおしまいということで、えー、次回の、えー、そうですね 引き続きのご視聴をお待ちしたいと思います今日は以上にいたします